諸葛は、元警視庁警察官、佐竹和彦著の警察小説、及び、それを原作とする、関西テレビ制作の警察ドラマ。タイトルは、犯罪現場を管轄する諸葛警察署を略した、諸葛から。時代は、昭和期。主人公、僕が、捜査線化講習を終え、刑事としての実務研修のため派遣された、城西署での1ヶ月間を、 防岸襲撃事件を軸に改装する形で物語が進む。当犯係に配属された主人公の指導役となるのは52歳の捜査主任、赤松作造巡査部長であることなど、その内容はドラマとは大きく異なる。2000年4月11日から6月27日まで全1に話放送された。ドラマ版において警視庁城南省部隊に、 二人の対照的な刑事がぶつかり合いながら、やがて理想を同じくするまでになる姿を追う。主人公、編集派村飛ば園、松岡正宏警察庁採用の係長、警部補。東京大学法学部卒で、国家公務員愛手採用のキャリア。柔道は苦手。実務研修を名目に、城南署に派遣される。現場勤務の刑事は、兵隊。 キャリアである自分は指揮官と思って所轄を軽視し、親が弁護士で放送過程に生まれていることから、釈子上義な性格。組織捜査を最重視しており、現場の刑事の勘というものは一切信じず、中でも命令違反を犯して行動を取る九条とはいがみ合う。12年後は、警視庁刑事部捜査二仮理官として活躍している。九条綾の縁 田中美佐子警視庁城南署刑事課、強行犯係主任、巡査部長。はみ出し者であるが、かっこよさも漂わせる、女性刑事。交通課、生活安全課を転々とし、巡査部長になって刑事課に移動した、努力課で勤務中でも、捜査車両の中で少子問題集を使った勉強は、欠かさない。羽村とコンビを組むことに会議的で彼の論理を認めず、 そのまま受け流しているが、正義感は強い。綾野が徴用した、捜査車両、城南20は、トヨタキャバリエで、当時全国の警察で実際に使用されていたキャバリエ、の捜査車両をほぼ忠実に再現していた。警視庁城南署、編集、鹿間義則園、橋爪伊佐夫署長、警視制。ノンキャリアであるが昔は筋金入りの名刑事で、上り詰めてきた叩き上げの人物。 ハムラと九条を組ませた、長本人で、ハムラの目付け役。鬼頭三つ縁、村田武弘刑事課強行犯係、巡査長。仕事熱心で刑事課強行犯係のリーダー的、存在でありコア表で強気。ハムラに、兄貴分な接し方をするが九条とはことごとく、衝突する。曽根田縁、田山良政刑事課強行犯係長、警部補。ごまりが特技。 起立違反ばかりする球場に手を焼いている。ハムラに対しては、キャリアということもあり、恩和に接している。12年後には、城南署の署長に出世している。河西京造園、田辺年秋刑事課教行犯係、巡査部長。仏長面の堅物で普段は無口だが意外と霧に、熱い人情派。沖津忠彦,彦園、佐久間明刑事課教行犯係、巡査。 仕事とプライベートの両立に一生懸命励んでいる若手刑事。捜査では、いつも、火災と手を組んでいる。片岡幸夫園、高木正宏刑事課強行犯係、巡査。強行犯係の中では、インテリタイプの刑事。その他、編集、椎名光代園、高木さや科学捜査研究所議官。九条と親しい良き理解者。白衣が似合う色っぽい女。 ハムラのことをハムちゃんと呼ぶ。溝の口やす次元、野村博信警視庁刑事部捜査一課管理官、警視。徹底した合理捜査で所轄を手ごまとしか考えていない。所轄には厳しいが、キャリア組の後輩であるハムラには慣れ慣れしい。吉武智博園、砂永慶宇と元園、杉本哲太元巡査部長。九条とは、昔の恋人で婚約をするほどの仲だった。 押収した覚醒剤の横流しという警察不祥事のスケープコートにされて職を割れ失踪中。カジマコト俊次演、吉見和豊ズヨタブロイド氏、三流暴露雑誌記者。城南署の刑事課に時々顔を出してはスクープを狙おうと躍起になり、球場にいろんな事件の情報を流すなど彼女の味方になったり、敵になったりする。新、北千恵子園。 島裕子原作者の佐竹和彦が勤務交代時の装備点検シーンで当直責任者役として出演した回がある。着用していた出動服の階級賞は佐竹の現職当時の最終階級である警部補だった。ありがとうございます。